皆さんが最後に夜空を見上げたのはいつだったか覚えていますか？目の前に見えているのは今日の夜9時。ちょうど今、皆さんの頭上に広がっている星空です。南の夜空にほとんど地面に隠れてしまっているのが定規座です。南の空、皆さんの拳1個くらいの高さより低い位置にあるとても見るのが難しい星座です。この星座が誕生した時に定めた星のうち、アルファ星とベータ星は今はなく、その星は今、サソリ座の無名の星の一つとして扱われるようになってしまいました。今日ご紹介した星座をはじめ、様々な星たちに出会える星空の世界。今日はどんな星たちと出会えるのでしょうか。オンラインプラネタリウム、始まります。